ムクちゃんここかゆがってますかね、右のここら辺なんかかさぶたになってるんですけど、かゆがってるかもしれない。ちょっとこれ保湿剤と T3 つけていきます。ご飯栄養状態は全然悪くないけどね。あ、缶詰に混ぜてご飯食べさせてるんで、うん、あ、だから食べてはいるわけね。食べてはいるんですけど、いつものご飯食べなくなっちゃったっていう。どうしましょう、まあ、だんだんに缶詰少しずつ減らしながら食べさせてもらうしかないかな。 それからどっちだっけ、この子はちょっと口が匂う、うん、だからこっちだけは終わってしまう。ちょっとこっち向きにしよう。ここはよし、こっち向きにして収穫剤ちょっと探してもらおう。ごめんね、ちょっとこれやろう。いちごいちご、ちょっと口の中の悪玉菌を弱らせるですね。そんで、はい、ごめんね。この子はやらしてくれます、レンタルペアお家でやれてます。あ、今あの副タイムタイプの歯ブラシあるじゃないですか、あのあシートになってるやつ、シートになってるやつでやってます、はい、あっちの方がやらせてくれるんで、あの歯磨き、歯磨きベースを使ってます。は使ってないですね。できれば使ってあってください。それで、まあ、本当は歯ブラシの方がいいんだけど、やりにくいんだったらそれでもいいんですけどね、はい、ちょっと見ようってことだし、終了はちょっと始まってるかな。この子は絞ってたんだな。この子血液は取りましたんで、ちょっと切りますから痛い感じで3日ぐらい、はい、だから週末だね、はい、火曜日以降ぐらいには結果が出てますので、はい、でそれ見てからあの予防を始めましょう、はい。まあ、当時はこの間2900円、その前の強健で2800円、今日は2850円、朝ごはん食べてないですよね、はい、だから体重が減ってはいないからそれなりになんとか食べれてるとは思うんですけど、だーかあ、逃げてる、ちょっと待っちゃって、2人ともね、特にあの、こまりちゃんが実感がなかなか出んかったんで、こうアルコールいっぱいつけちゃったんで、すいません。やっぱ、これだけじゃないんですよ。これだけじゃないんですよ。はい、じゃあ、OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ、あの、来週の火曜日以降にちょっと結果、聞いてください。はい。まあ、あの目薬は2人ともちょっと涙が多いんでね、はい、頑張ってくださいね。